先日、岸田政権の山田太郎文部科学政務官が自身の不倫問題について週刊誌に報道されたことを受けて、まあ、文部、A、科学政務官を辞職したということがあったと思うんですが、それに続いて昨日、柿沢美と法務政務官が、江東区長選挙における公職選挙法違反事件に関与したということが明らかになって辞職したということがありましたので、まあ、その柿沢、A、元政務官の問題について、この動画では取り上げていこうと思います。 で、この問題は、この今年の4月に統一司法選挙があって、まあ、その中で高等区長選挙というものが行われていたんですが、その中で柿沢氏は、この木村弥生候補という候補者をこの区長選挙で応援していて、この木村候補は木村弥生に投票してください、などというメッセージを発している広告を YouTube に流して、 それで38万回ほど、えー、これ有料の広告なんですが、まあ、再生されたってことで、まあ、これはあの、選挙期間中には有料の広告の中で、候補者の名前を出して、選挙運動をするっていうことは、ネットでは禁じられていますので、これはまあ明白な公職選挙法違反であるっていうことが、まあ、つい先日からあの指摘されていたっていうことがあって、まあ、そうしたことを受けて、10月24日には、東京地検特捜部が木村よよ江江区長に関して家宅捜査に入ったり江江 江東区の、確か区長にもソースに入ったっていうことがあったと思うんですが、そうしたことを受けて26日に木村弥生さんっていう方は、江東区長を辞職したということがまずありました。で、そうした中で、この柿沢美俊は、この江東区を地盤としている衆議院議員なんですが、この人は、先、先日、朝日新聞の取材に対して、YouTube 広告は効果があるからやった方がいいと、陣営関係者に勧めた。私が勧めなければ、YouTube 広告を自発的にやろうとはならなかっただろう。 というふうに言っていて、これはあの、えー、昨日の10月31日の朝に報じられて、そうしたことを受けて、この,この日には参議院の予算委員会が 開かれていたので、まあ、その中でその立憲民主党などの野党が、この問題について、柿沢政務官に追及するっていうようなことを予定して、まあ、この柿沢さんに、この出,出席要求というようなことをしていたわけなんですが、まあ、結局その、この立憲の、確か杉尾議員だったと思うんですけど、杉尾議員の質疑が行われる前に、この柿沢政務官っていうのは辞表を提出して、この予算委員会に出席しなかったんですね。で、これに対し,対して野党が抗議して、 その国会がかなり何時間も中断するっていうようなことが昨日も、昨日はあって、この柿沢政務官の行為によって、この国会に多大なる迷惑がかかったっていうことがまずあったんですが、これに関しては岸田首相が謝罪し中級、集中審議を行うっていうことで合意して、あの結局再開されたっていうのが、あの昨日の国会は再開されたっていうことがあったんですが、まあ、その中で謝罪の中で岸田首相は、辞職願を正式に受理する前に国会の要請に応じず、 柿沢副大臣が出席しなかったことを申し訳なく思う。今後、二度とこのようなことがないよう対処する。というふうに言っているんですが、まあ、この,あの国会形式の対応っていうのは、やはりまあ安倍政権時代から続く、このまあ安倍政権時代にその2014年に集団的自衛権の閣議決定っていうことが、その国会でろくな審議も得ずに、あの、独裁的にや行われたっていうことから、まあそうしたことから、あの、象徴されると思うんですが、あと岸田政権になってからも、その昨年末にえろくに国会の審議も得ずに、勝手にその防衛費の数ありきの増額とか、 まあそうしたあと敵基地攻撃能力の保有とかをそうしたことを閣議決定したっていうことがありますからやはりそうしたその国会軽視の政治を行ってきた、まあ、自民党政権の,その体質っていうのがこうした対応にも現れているなというふうには思ったんですが、まあ、この柿澤さんという方はあの今言ったようにその国会には出てきていないわけなんですがこの人、この件に関してツイッターではあの投稿していて、まあ、その中で法務副大臣を辞任いたしました本当に申し訳ありません。 ご支援、ご指導をくださっている皆様にお詫びの申し上げようもありませんというふうに言っているんですが、いや、それを、あの、ちゃんとその、国会でその追及を受けて、その、きちんと説明した上で辞職するべきだったとっいうふうに思いますし、やはりこの、 えー、そのツイートの中でも、その国会に対するお詫びとか、あの、あと有権者に対するお詫びとか、まあ、そうしたことはなくえ、自分の支援者とか、そうしたことにえしか、あの、目がいってないっていうふうに思いますから、まあ、そうした、あの、この謝罪文にもかなり問題があると思いますから、やはりその国会を空転させたっていうことに関する責任をもっと、えー、感じてもらいたいっていうふうに思いますし、あと、この柿沢さんは、この、えー、このネットの有料の広告を、この木村、えー、候補に勧進めたわけなんですが、まあ、この、 ことに関して、その、ま、有料の広告が、その違法であるっていうことを知らなかったっていうふうに言ってるんですが、いや、その程度のその法律,に法律に関する知識がない人間を、ホ、えーム、ホーム政務官に、 抜擢していた岸田、岸田首相はどれだけ人を見る目が、見る目がないんだよっていうふうに思いますし、まあ実際その本当にあの違法性を認識してなかったのかっていうのはかなり怪しいところでもあるとは思うんですけど、まあその、その辺はあの多分今後の捜査とかでもま明らかになってくる部分もあるかもしれませんが、まあ、そういうことでその違法性を認識していなかったっていうような人をその岸田政権があの法務政務官として抜擢していたっていうことでも、まあ、かなりあの問題があることだと思いますし、あとさらにこの木村弥生局長っていうのは先ほども言ったようにこの問題に関する責任を そのとる形で辞職するっていうことを表明しているわけですから、木村区長自身が辞職しているのに、まあそれにあの深く関与した、その柿沢、 法務副大臣が議員辞職はせず文部この政務官辞任ということに留めるっていうのはどう考えてもおかしいと思いますので、この書きざわしっていうのはその自分からそのこの件に関して関与してその自分が言ってなかったらこういうことにはなってなかったっていうような趣旨のことを言ってるわけですからあのきちんとその、えー、議員辞職っていう形で責任を取っていただきたいなというふうに思います。でこの件に関して思い出すのがその4年前だったと思うんですけど、河合勝幸法務大臣っていう人が川井勝幸っていう人がその確か2019年の9月に法務 当時、総務大臣にその安倍政権だったと思いますけど、当時、えー、抜擢されて、まあ、ただその10月、その同じ年の、えー、就任から1か月後の10月には、週刊文春に、えー、この公職選挙法違反、まあ、19年の参議院選挙における、そのこの河合克行氏の妻である河合案里氏の、まあ、公職選挙法違反、まあ、この場合は買収ですけど、その問題がその報じられそうになったっていうことで、まあ、すぐに辞職したっていうことがあったので、まあ、この件に関して、ちょっとかなりこの,あの河合 え、井わの事件と、このか柿沢かの事件っていうのは結構似てる部分が多くあるっていうことが、あの、気づきましたので、まあ、その、 その点についてちょっと話していこうと思うんですが、まずこの河井氏の件についてちょっと振り返っていこうと思うんですが、この河井氏に関する問題が起こったのは2019年の参議院選挙ですから、この9月にこの河井氏が法務大臣に就任したわけなんですが、その2ヶ月前の7月の参議院選挙ですね。まあ、この時に起こった事件で、まあ、この時、この河井氏っていうのは広島県を地盤としている議員だったんですが、まあ、ここ、あの広島県選挙区っていうのは定数が2で、ま,あ、まず今、あのその当時、現職でみぞ溝手、うてさんっていう方が参議院議員 議員を務めていたんですね、まあ、この方はその岸田派よりでその安倍さんとはちょっと距離があるっていうようなそういう議員だったんですが、まあ、そうした中でそのまあ広島県連はこの溝瀬さんを再選させるべくバックアップしようっていうふ、まあ、うにそうした形でその 地元の自民党の人たちは、まあ、そうした形でその溝手さんをもう一回国会,に国会に送り、送り返そうっていうふうに、まあ、頑張っていたっていうことがあったと思うんですが、まあ、そうした中で、この当時安倍総裁でしたが、その安倍総裁ですとか菅義偉、当時官房長官だったと思うんですが、まあ、この二人でとかそうしたあの自民党本部とか、あの官邸の強い意向があったというふうにされているんですが、まあ、そうした強い意向を受けて、この河井安里氏っていう人を、まあ、もう一人擁立するっていうことをあの決定したんですね。で、県連はあの元々一人だけを擁立するっていうことを予定していたみたいで、 まあこの <laughs> 自民党の本部から、その強制的に、この河合安里氏っていう人を擁立するっていうことには慎重な声が多かったみたいなんですが、まあ結局そうした県連の反発も虚しく、自民党本部の強い後押しによって、河合安里氏が擁立されたと。で、そうした中でその河合安里氏と河合克行氏が、まああの、地元の議員ですとか、そうした人間にその多くの金を配ったりして、その買収ってことを行って、まあそうしたことが、あの、19年10月に文春法で、あの、明らさまになって、で結局河合克行氏は、あの、辞職して、 ま、その後、のちのち逮捕されて、裁判にもなって、今、多分、河合克行氏者は収監されている、とういうような事件が、この河合氏に。 河わ氏をめぐる問題の概要です。今回、辞職した柿沢氏っていうのは、もともとその民主党にいたんですが、まあ、当時その民主党では東京都議会議員を務めていたんですが、まあ、その時も確か2008年頃に飲酒運転をして、まあ、その責任を取る形で民主党を離党して都議会議員を辞職したっていうことがあったんですよね。まあ、その時点でかなりその政治家としての資質,資質に欠ける人間であるっていうふうに思えるんですが、まあ、その後、みんなの党に入党して、まあ、みんなの党から衆議院選挙に立候補して、まあ、当選して、その後、まあ、みんなの党からも離党して、維新に に入ってでその後、維新の後継の民進党っていうところに入って、その後、希望の党に入ったと。で、その後、まあ、無所属であの活動していたんですが、この2年前の2021年の衆議院選挙の前に、東京10国という、まあ、江東区とか、まあ、そうした、あの、ところで、あの、 えー、この柿沢氏っていうのは活動していたんですが、まあ、この2021年の衆議院選挙の際は、自民党に入党することを目指してその無所属で活動していたっていうことで、まあ、ただ東京中国っていうところには、もともと柿沢さん以外の候補者を、もともと東京都連が擁立していて、まあ、その人を支援するっていうことで東京都連は頑張っていたんですが、まあ、そ、そうした中で柿沢氏が自民党に入党したいっていうような、あの、形でその無所属で立候補したと。まあ、普通その自民党都連がその候補者をすでに擁立しているわけですから、本部もそっちに乗っかるっていうのが、 普通だと思ううんですが、まあ、そうはならならくってえ結局、その自民党法文っていうのは柿沢氏とえこの自民党都連が擁立した候補者の両方に推薦を出したと、それで結局柿沢氏があの当選して、その後、まあ、柿沢氏は自民党により追加公認されたってことで、まあ、これおそらく多分あの,自民党があの自民党本部がその普通に自民党都連が擁立した候補者を あのちゃんと支持していれば結果が変わった可能性もあるっていうふうに思いますのでやはりこの件に関しても河、まあ、井氏と同じようにその自民党本部がその地元の意見を軽視してその地元が擁立していた候補者をないがしろにして別の候補者にもちょっとなんか色気をあの見せるみたいなそうしたことをやったことから柿沢しっていう人もあの当選したっていう面もあると思うんですが。 まあそうした中で、その、今年の4月に区長選挙が行われて、まあその中、その区長選挙においても、まあこの自民党都連と柿沢氏の対立っていうのが、あの、明らさまになるような構図で、まあ、柿沢氏とか、あと一部の自民党議員とかは、あの、この木村弥生氏っていうのを支援していたんですが、まあ、自民党都連の多くの議員とか、まあそうした地,地元のあの人たちは、地元、自民党の地元の人たちは、その別の山崎さんっていう候補者を擁立して、候補者を応援していたんですね。で、そうしたあの自民党の分裂選挙っていう、 ことがが、行われたんですがその結果その、木村弥生さんという方が、えー、当選して、まあ、山崎さんという方が落選したんですが、まあ、その中で柿沢氏とかが関与した形でその違法な、えー、ネット広告というのが流されていたというのが今回の問題で、まあ、明らかになっていたんですが、まあ、この問題に関しても、この今柿沢氏の関与に関してもあの東京地検特捜部が捜査しているという報道はありますから、まあ、この件に関してもど,ど,どこまで柿沢氏があの関与して,いたのかし,たのしていたのかにもよりますけど、柿沢氏が何らかのしていたのかにもよりますけど、柿沢氏が何らかのその まあ、逮捕まで行くかはちょっとわかりませんけど、そうしたこともあり得るとは思いますので、まあ、そうしたあの動きにも今後もあの見ていきたいなっていうふうに、まあ、注目していきたいなっていうふうに思うんですが、まあ、結局、この、 今説明した通り、その柿沢氏とあの河井氏の、この、共通点、の事件の共通点っていうのを見ていくと、要はさっきも少し増えましたけど、両方ともそのトップダウンで自民党本部が地元の自民党組織の意向っていうようなものを軽視するような形で、その問題のあるような候補者をまあ押し付けたっていうか、そのまあ結構バックアップしたっていうことがあったっていうことがありますので、やはりこうした、その、えーこう この二つの事件から言えるっていうのは、まあ、自民党のその民主主義とか、地元の意見っていうものを軽視するっていう、そうしたあのトップダウンの安倍政治の,あのわ悪い負債というか、安倍政治、これは安倍政権からかなり露骨に始まったことだと思うので、まあ、安倍さんのその負の遺産っていうように思えるんですが、そうした官邸とか自民党本部とかそうしたところが、あの、 強制的に地元の意見とかを無視して民主主義を破壊するような形で政治を行うっていう、まあそうしたその近年の自民党政治の風潮っていうものがこの事件の二つの事件には、えーまあ、かなり強く現,現れているっていうふうに思っていて、まあ、あとその自民党の、まあ、昔からこれは続いていると思いますけど、近県体質ですね。まあそうしたその、えー 公平な選挙をやろうっていうような意思が少ない人っていうのがかなり自民党にはいるっていうことがこの二つの事件からは言えると思いますのでそうした点でこの二つの点っていうのはかなりその自民党の腐り切った具合っていうのを象徴するような事件であるっていうふうに言えると思いました。 で、まあ、さっきも言ったように、その少し前に山田太郎、えー、政務官が不倫問題をめぐってその辞職したっていうことに続いて、今回、えー、柿沢さんが辞職したっていうことがありましたから、まあ、さらに所得税減税とかそうしたばらまき的なあの政策に関してもかなりえ国民からの不満っていうのが高まっていて、まあ、支持率も菅義偉政権の末期とかなり似たようなあの数字になってきて下がっているっていうことがありますから、もう これは、あの、もう一押しで岸田政権を打倒できるっていうふうに思いますので、まあ、こう、そうした中でその岸田さんが、まあ、少し前まではなんか解散活が吹いているみたいなことありましたけど、まあ、今はどうなんでしょうね。まあ、こんな状況で選挙あったら多分自民党はかなり議席減らすように思うんですが、まあ、そうした中でやはり立憲民主党とか共産党といった、あの、立憲野党は、 きちんとその選挙協力をするっていう体制を固めて、候補者調整をきちんとやって、まあ、政策協定もきちんと結んで、いつ選挙が行われても問題がないっていうような状況にしてほしいっていうふうに思いますから、まあ、やはりこうあのその、そうした中で、まあ、あの先ほど、まあ、少し前に取り上げた通り、その立憲と共産の執行部が会談して、まあ、選挙協力とか、まあ、そうしたことで前向きに話し合いを進めるっていうことで合意したっていうことがあったと思うんですが、まあ、そうした中でこ、次の選挙でも立憲と共産が協力すれば、まあ、立憲共産党党ととかかそうした罵党がまあ自民党とか 公明党とか維新とか、あと国民民主もそうだと思いますけど、今回は。まあ、そうしたところから飛んでくると思うんですが、そんな、あの、不当な野犬みたいなものは全く気にせずにその、きちんと公正な選挙を戦えば、政策協定とかもきちんと結べば、その野望だとは全く思いませんから、きちんとそうした、あの、協力体制を築いて、まあ、候補者調整もきちんとやって戦えば、やはり、いずれ自民党政権っていうのは倒れます。 倒れるっていうふうに思います。まあ、こんな、あの、立憲共産党って言い返せられれば、その、近県自民党っていうふうに言い返せばいいだけの話ですから、そんな悪質な悪がっていうのは、えー、全く気にせずに、まあ、野党共闘をきちんと進め、こうしたその近県体質にまみれた自民党政治を終わらせたいなっていうふうに、まあ、このニュースを見て改めて思いました。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もしていただけると大変ありがたいです。ご視聴ありがとうございました。